はい、それでは、今日は FA について伺います。駒田さんが思う目玉。一番の目玉は中日の大野だと思うんです。大野選手。うん。は、うん、あんだけのピッチングするんだから。完封、はい、当たり前。この。ご時世にあって、関完封完封当たり前じゃないですか。はいはい、あれでなくちゃね。ね。やっぱりやられた感があるじゃない、バッター、相手のバッターが。はい ちょろ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 ね、変えられるとね、ああ、気づいたら負けたよみたいな感じになるじゃん。まあ、それは今の野球なんだけど、で、F. A. なんだけど。もう行かない方がいいなと思ってますよ。あ、そうなんですね。他の球団も。いや、まあ、中一は、中一すごい大事にして、してると思いますし。で、大野の、まあ、プレート裁き見てると、すごく楽しそうなんですよ。笑顔がありの、ね、すごく楽しそうにやってるんですよ。例えば。 あのマウンドでにやにやするなとかね、はい、そんなこと言われるだけですごく精神的にねいろいろ野球選手意外とこうねこうそんな強くないんですみんなでもチーム変えることにてい,らんキいやそんなそれまあそれはちょっと例だけどそれ,それはだめとかそういうことじゃなくて、はい、一つずつのことが、うん、やっぱり各チームローカルルールがあって、はい、ね例えばあのバッターだったらガムかムなとかいうチームもあるかもしれない、はい、でしょだから そういうところに気付かなきゃいけない。で、そうなってくると。彼らしても生きない可能性もあるし。はい、で、まあ、で、中止もすごく大事にしてくれてるっていうところもあるし。はい、で、だから。僕は。残った方がいいかなと思ってますけども。うん、ヤクルトのね、小川山田は微妙だね。これ。ダブル流出。っていうこともあり得るってことですか。あるね。いや、小川投手だって、やっぱり、はい。 さあ、あの、まあ、まあ、最後ってことはないんだけど、やっぱり、まあ、だんだんベテランになってきて、優勝して。っていう気持ちもあると思うし。山田君も、そういう気持ちあるんだよな、やっぱり優勝するチームで、というね。ここは、ちょっと、要注目ですね、どう考えていくか。二人とも、単年契約ですもんね、今年。F. A. といえば、駒田さん。もう。ジャイアンツから。初めて。F. A. で、は 移籍されてますけど、ねうん、しょうがなかったねいろいろ、まあ、落合さんがいらっしゃるとかいろんなことがあってそのシーズンもいろんなことがあってトレードの可能性もあるといろんな可能性があるでそれは、えー、事実として藤田前監督からのいろいろお話で。 いいよいよ僕も駄目だなこれこのままじゃどうなるんだろうって不安が大きくなって藤田監督に電話をさせていただきました。はい、で去年までの監督のねで「僕どうしたらいいですか?」って言ったら監督は「売り言葉に買い言葉でや、ね、移籍してやるとかそういうこと言うんじゃないぞ」って絶対にいや「そんなことは絶対に言うわけないじゃないありません」って。で言って40分後に電話をださいました。はい、でなるといろんなところで自分藤田監督なりに。 前回とかね、情報を集めてくると、はい、いやトレードの可能性もある、はいねまあ、そういうふうなこれから先トレードの,あのニュースが出たりいろんなことが出てくるだろう、はい、いやそうなってでてでも実際にトレードっていうのは最終的にあのポシャってしまう可能性あるんですねやっぱりやめようそうなってきた時にジャイアンツに残ってしまう、はい、残ってしまった時の 僕のモチベーションをどちらかというとうわーってやってるタイプのプレーヤーなので、はい、あのさっきの大野選手,投手じゃないけども、はい、勢いにまずバーッてやって、あのー、活躍した選手なのでそういう自分が劣勢に立たせる逆境にいる、あのー、モチベーションで活躍できるかどうかが一番心配されてたんですよ、藤、はい、田さんが。ででは お前この我でもしファームスタートとかずっと引き換えとかなっ,てなった時のお前のモチベーションはなあしっかり頑張ってねそれでもねあの今までと同じような気持ちで野球に取り込んでいけるかなっていうところが心配なんだよどうなんだよって言ったときに僕はそういう気持ちでそのモチベーションで野球を続けていける自信がありませんって僕は言いました。そしたらじゃあ お前に出るだけの勇気と根性あるかって、覚悟はしてます。だ、はい、藤田さんが F.A. で出ろっておっしゃいました。藤田監督のアドバイス、はい、藤田さんのアドバイスだったんですか、はい。で、はいえー、まあはどっから来てるんだって話になって、近藤、はいえー、近藤のところに行け。近藤っていうのは近藤昭人さんっていうのはその89年90年の頃のヘッドコーチ、はい、藤田さんが監督でヘッドコーチのところに行けと。で、多分 なぜそこに行けって言ったかっていうと、はい、やっぱり僕の性格は分かってて一、はい、人でポンって行って、えー、気を使っている間にワンシーズン終わってしまったら自分の評価丸下がりになってしまうので、はい、あんまり環境の中で気を使わせないようなところを選んでくれたっていう僕お金はし一回もしてないのよ。 電話があっ駒忘れてたあの契約あの年俸は現状維持でいいよねってそれだけ電話で「えー、はい」ってそれだけです、うん、だからお金で僕はこれは行くんじゃなくて自分のモチベーションのために行くんだと思ってたから中間報告は藤田さんに何回かしましたが、はい、その後、うん、最後に、えー、入団発表した日に最後の「今日入団発表してきました」っていう報告の電話をしました。はい、そしたら藤田さんは そそ、うん、そううああうかそうかかかかったよかったでお前は約束が一つあってね、はい、マスコミにも何にも言うな<ー>何も言わずに黙って黙って横浜ベスターズに行けっていう。<ー>で「ね、あ,あそうかよかったよかったでもあの監督申し訳ありません」って、はい、やっぱ自分が弱くてマスコミにポロンポロンと余計な言わなくていいことを言ってしまったと思いますっていう話をしたら。はい 監督は、いやいや立派なもんだったぞって言って,言ってくださいました。で、その次に言ってくださったのがはコ、い、マ、まあ、悪かったなってこんなことになっちゃって悪かったなあ。なあ、巨人でやらしてあげたかったなあって悪かったなあって言ってくれましたよ。<ー>でもな、行ったところでわがまま言わずに一生懸命頑張るんだよ。悪かったなこんなことになっちゃったなあって泣きながら電話あっ,ってました。それで僕は横浜わさせてきました。だから。はい あのその時に巨人にいろんな巨人ファンの方にもおしっかりがあった、はい、それもありましたそれもあってるけども、うんうん、そこの前監督の,の背中を押してくれることがなかったら、はい、決して僕一人では動けなかったってことですよそういう監督さんのあれがあって、えー、僕は FA を行使させていただいたということですねだからすごい僕は可愛がっていただいたんですよ、はい うん、すっごい可愛がって頂い,いてね、えーまあ、辞める時もそうだったしね、はいうん、現役に退する時もそうだったし現役に対する時はどんな言葉をかけてくれたんですかあいやあのまだやれると思うんででもまだ<え>もうそうかまだやれると思うんだけどなっていうことで、まあ、監督もいろいろ探していただいたんだけどでもあのもうその時点で2,000万持ってるから、はい、あまりにもテストを受けに行くとかいうのはこれはもう。うん あの迷宮界の金田さんのほかはそれはやめなさいよということも言われてたから、うん、だからもう待つしかなくてねでも引退しますってことで、うん、でもよう頑張ったよう頑張ったってみんなに褒めてもらってね、はいえー、終わりましたね、うん、はいあの本当にあに褒めることが、はいうん、これはもう今の時代の監督ですよでも瞬間に若式と言って怖かったんですよ でも例えば最近あって柴田勲さんって方がコーチでいらっしゃった元気上がられてコーチにいらっしゃった時に選手たちに接し方として監督から最初に「褒めてやってくれよ」っておっしゃったらしいです選手褒めてやってくれよこれはあのね1980年81年でね最初に「俺はびっくりしたよ」ってあの柴田さんおっしゃってましたもん。 褒めてててやってくれてなかなか言わんよって当時の監督がそれをおっしゃるんだもんって言ってましたねだからあの本当に極端なことで言うと「今何時だ?」って言ったら「今1時15分前です」って言ったら「こまんだ時計も読めるんだ」っていうぐらいの褒い方ですよ。 負けているときの先頭バッターで初球打ってショートフライそういうの嫌うからピッチャー出身の監督は今風の野球だと1球目も5球も一緒だって考えるんだけど、ね、んで1球目からって怒られてしょぼンしてると次の打席のときにあの逆転してたのチームがね、はい、そしたら打席に立とうって、まあ、そうやって立とうとしたときに「コマ!」っていんでねっ。あの 今度は逆転したからな、今度は初級からホームランでなと思い切って打ってこいって言って。もうそういう一言はもう、やっぱり自分の中であそこで失敗したなっていうのをちゃんと消してくれる。うん、僕は横浜に移籍して、はい、あの、えー。飛行機に乗った時に、飛行機の中であの本があるでしょこう、パッとこう、さ、はい、してある。自由にお持ち帰りください。うん、そこで対談があって、藤田さん、藤田監督の対談があってね、前監督の対談があって。で。 えー、生え抜きってどうして必要なんですか?」っていう質問をされたときに「はい、生え抜きはチームのために死んでくれるから絶対に必要なんです」っていう,うそういうなんかそういうその一言だけでも、はいうん、その人とあの藤田監督とか、はい、ジャイアンツっていうものを全て語ったような気持ちになってそれを読ませていただきましたね。